イスラエル空軍第253飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で最初に F-16 アイスフを運用した飛行隊である。別名として、ネゲブスコードロン、あるいはアイアンバードスコードロンとも呼ばれる。第253飛行隊は、1975年頃に運用機種をクーフィルシー1に更新した第101飛行隊から移管されたミラージュ 3CJ。 BJ 及びネシェルを運用する飛行隊として1976年頃にエイタム空軍基地で編成された。エイタム空軍基地は当時イスラエルが占領していた市内半島内に存在しており、現在のエルゴラに位置していた。1980年頃には第117飛行隊の運用機種の F-16AB への更新に伴い、第117飛行隊から移管された。 ミラージュ3を呼びネシェルが追加配備された。1982年4月になると、1978年のキャンプデイビッド合意に基づく市内半島のエジプトへの返還に伴い、第253飛行隊はエイタム空軍基地から新たに建設されたラモン空軍基地に移動し、運用していたミラージュ3を第254飛行隊に移管した。同じ頃、 運用機種として、クフィル C2 が追加配備されたとする資料もあるが、確実ではない。1987年頃になると、F-16A、B を運用していた第110飛行隊及び、第117飛行隊が、運用機種を F-16C ブロック30に更新し、これらの飛行隊の使用していた f a B が、第飛行隊び、 第140飛行隊に移管された。2004年2月19日になって、第253飛行隊の運用機種は、ピースマーブル V により導入された最新型の F-16、アイスフに更新され、イスラエル空軍でこの機種を運用する最初の飛行隊となった。イスラエル空軍は、この後、第119飛行隊、第107飛行隊、第201飛行隊に、 順次 F-16i を配備し、運用を行っている。ありがとうございます。